ああ、ただいま。今家帰ってきた。2日目のつもりが、2日目のさ、Vlog のつもりがさ、あの後、フージと別れて、韓国の友達と飲んでたら、気づいたら、3日目の昼の3時。やばない。人生で初めてぐらいなんけど、朝起きたら3時っていう。めっちゃ飲んだ、ほんま7時、8時ぐらいまで飲んどったな。あんな飲むことももうないやるぐらい飲んだ。でとりあえずまあなんかその日にできた韓国の友達の家に転がり込んでみんなでなんかキムチチゲ食べて寝てって感じで今帰ってきた。マジでフージと今一緒に泊まっとうからさ、マジ申し訳ないなと思ったけど、お互い自由人すぎて全然大丈夫やったって、ちょっと安心した。ほんまに安心した。結構そこが心配やったから、心配っていうかまあ申し訳ないなってから、あ大丈夫やってなったな。最高だねってことは。で今からちょっと俺が風呂入って着替えて、で2人準備したら5時ぐらいになっちゃうけど、これから街に繰り出そうかなと。今日はどこやろ、わからん、なんかコエックスとかに行きたいって言ってたから、そこ行くか、まあミョンドの方出てまうか、ちょっとわからんけど、まあ3日目もちょっと楽しんでいきましょうか。はい、ということで3日目だ、行くぜ。着替えよう。今日はなんか準備の動画とか撮ろうかな。なんてもう帰ってきたらこんなにお部屋が広いんだもん。ピースすぎる。これでさ終わりやってるけど、こうだよ、やばくない？マジ待って、俺風呂上がってんけどさ、フージが朝飯作ってくれた。4時で、4時やけど、まあ、今昼の、あざす、いただきます。あ最高。そう、日本で生まれた天使なの。俺もちょっと何言ってるか分からんけど。ありがとう。え、ね、よし、フージが作ってくれた朝食をいただきます。パンとあとちょっとオリーブオイルにつけて。ああ疲れた。でもさすがに朝まで飲み歩いたらしんどいな。まあ、旅行やからさいいけど、こっちに友達がいっぱいいてくれるからさなんとかなってくれるさ。そうじゃなくてマジでなかなかしんどいかな。普段俺飲むんやけど、できれば終電までには帰りたいか。あ、オリーブオイルつけて、このパンうまっ、やば。あのコーヒーめっちゃ好きやからさ、こうやってすぐ入れれるの、ほんまにいい。これ買おっかなと思って家に。絶対使わへんから。そんなことやんでええやん、おざもさん。旅行やから使うけどさ、うん、いいな、絶対使わん。絶対毎日飲むと思うよね。てかでもさ、自分でさ、豆引くタイプやん。うん、豆引くわ。あ、そういうやつには無駄やと。無駄というか多分結局自分で弾きたくなると思う。ああ確かに。うん。今は便利だけど。顔フィッティします。ああ疲れた。とりあえず飯食います。この後ちょっと準備するわ。はーい、こんにちは。今は7時半。めっちゃ家出る遅かった。で服見て。ハウスバイっていうところ、孫世紀にあるんやけど、そこ行って、今ちょっと1軒目のカフェでちょっと休憩、車が置いてある、車がモチーフなんですよ。今コーヒー頼み中です。えい、トイレ行きたいんやけど、二日酔いにはなってないかな。怖い、あ、めっちゃ怖いな、店内。この音楽が著作権フリーなのかどうかわかんない。多分違うんだね。多分違うよ。ちょっと音楽を差し替えて撮影。はい、なるほどね。それはありってな感じで、
どっちがちっちゃいかわからん。フラットホワイトやから、あ、そうや。初めてのデザートをさ、食べようと思ったのに、売り切れてた。乾杯、アルコールチャーだ。あ、おいしい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 。トイレ行って。はーい。さっきソンスのカフェから移動してミョンドン、なんかすっごい多分日本人観光客が来そうな小田里地区っていう、何だっけ、カムジャタン何だっけ、これ何だった、サムギョプサル何だっけ、ケジャン食べに来た。めっちゃ美味しそう。クランチムにチゲ、いっぱい食べよ。はい、どうも。どうも。動画だけ撮って文字入れにする。手が充実しすぎた。めっちゃうまそう。やば、初めて食う。いただきます。あんまり美味しくなかったとか。美味しかったんやけど、さつかない。あ、まあ、よし、ちょっともういろいろ買って疲れてもう家に到着しました。12時前なんですけど、ほんでコンビニで今チキン買って家で食うから、それまでの間、コンビニで買いました。チーカワをあげていきたいと思います。よっしゃ、行くか。さっきでも、さっきでも大当たりをさ、パッパンしてしまったからさ、もう当たりがない？もしかして。いや、そんなことないよ。ちょっと待って、種類があるかも。あ、結構あるねんけど。あるやん。え、でもこれが一番当たりじゃない？じゃあこれやって、たぶんこのなんかギュギュ、たぶん、え、でもこれさ、全部のさ、キャラクター乗っとうやつが当たってんの。さっきほら見て、これ川県にさっき買ってもらった、見て、かわいいやつ。もうバッグにつけてるねんけど。え、これが一番当たりやって、だって星さんって言ったの、これだけやったから。ほんまに？それを当たりなのかな。じゃあ多分。でもこのさ、なんか、あ、ハグのやつ欲しいの。見て、かわいい。おまけまーす。お、あ、かわいい。かわいい。めっちゃ、全部かわいいやん。俺は、え、かわいい。え、あれがよかった。ぎゅうぎゅうのやつやから、このハグしたやつ。でも嬉しい、嬉しい。確かに。え、もう一個だけ開けて、運命をさ、あるでしょ。運命を定めよう。選ばせてあげる。マジさっきのさ、もうカニマジで美味しくな、はい、美味しかったけど美味しくなかった。ね、ちょっとでいい。うん、これ真ん中これ。行きまーす。あとはお土産に。うん。マジでこれが欲しい。これ。ぎゅうぎゅうのやつ。ハグしてる。可愛い、確かに。ピンクやし。お願いします。あ、お、可愛い。あ、これの方がいい。可愛い。うん、なんか可愛い。え、すごいね。うん、へぇ、チーかわいいな。うん、茶ぶ入れでこんな、しかもさ、裏結構さ、ブルーでかわいい。しかもこっちちょっとメタルっぽい光り方がさ、すごいかわいい。しかも韓国語でさ、いいな。そう、めっちゃかわいい、やばい。へぇ、嬉しよ。そこ開けてるやん、つけんのどうか、これ。これつけ、友達にあげる。え、友達にもらって、友達にあげる。え、あ、でもこれはつけるわ、どっか。悪魔友達にあげる。ピアスにしよっかな、ピアス。うん、あの家の、家帰ったら返してもらいます。うせる。ほんまに。え、かわいい。どう、かわいい。返してもらいます。それだけあげる。そのよくわからん綿毛みたいなやつで名前わからんから。あ、これ両端につけとこう。カーキがかけたやつ。あ、いいやん。これかわいい。これが、そう、これ一回目で買ったさ、これがさ、これはケースで買ってくれたやつ。三匹さ、なんかついてんや。え、違います。四匹、五匹です。合計ここにもおるし。見て、ほら、1,2,3,4,5、これが三匹に見えたらしい。帰ります。ありがとうございました。俺だけでチキン食べて帰ります。じゃあまた家帰ります。じゃあね。